が不思議だ。いいの？いや。この辺ちょっと真っ平らに芝買ってもらえませんかね。 3D で対面で。向こうではやっぱり伊藤さんがちょっと 3D で対面で町田さんの T-Rex500 案内でカットしてるのかね。そう、この辺きれいにカットしております。大島さん、これ枯れそうやね。何を？芝刈り。芝刈り多分できると思うよ。なんか好きなこと言われてるよ。